スイ先生、ティナ先生、先日はありがとうございました。この場でお二人と向かい合えること、誠に嬉しく思います。最後の相手は水流界だったんだね。はい、とても貴重な経験をさせていただきました。まさか自分が決勝の場に立てるとは思ってもいませんでした。でもここまで勝ち上がってきたってことは、二人はもう立派なアイドルだね。そうなのでしょうか。アイドルというものが何なのか、それはまだつかめておりません。ただ自分たちのことを応援してくれる人がいる、その声に応えたいと思っています。そっか。で、楽しかった？え？アイドル、楽しかった？はい、とても楽しかったです。じゃあ、最後まで楽しまないとね。わかりました。全力で楽しみます。自分のために、応援してくれる人のために。そうこなくっちゃ。さあ、ティナちゃん、行こうか。オッケー、ツイ、最高の走りを見せようね。点数以外、基本操作をマスターしたジェットレーサーの応用編にはもってこい。カーブがバンクになっている箇所もあり、ジャンプ台もありと、シンプルなコースながらテクニックが磨けそうですね。一曲披露しちゃおうかな。3、2、1スタート。自分のために、ファンのために。はい、こんなに幸せなことはありません。観客ども、盛り上げてやるからね。一瞬も見逃すんじゃねえか。避けられませんよ。スイちゃん、すっごく幸せかも。ティナもだよ。スイと
一緒で、すっごく幸せ。見せつけてくれんじゃねえか。よし、俺たちもだ。俺見せたい。チュー、レース中ですよ。これは驚きました。思っていた以上の成績。やったー、スイちゃん1位になっちゃった。スイちゃん世界デビュー確定かな。気持ちは変わらないってこと。それがアイドルなんだよ。素晴らしいですね、アイドルというものは。うん、本当そう思う。このアピールタイムだよ。うん、最高のライブをみんなのために。クリームペタペタデコレーション、スイーツエンジェルついだよ。うまーいだけじゃつまらない、ミントデビルティナだよ。二人合わせてアイドルレーサーヘルズキッチンです。ジェットレースも最高に楽しんでまーす。だからみんなも思い切り楽しんでいってね。見て見て、ミサちゃんまた成長した気がする。